キヨキヨに読まれたいからってキヨキヨを褒めるコメント増えてるのさ、ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということでありがとうございます。嘘でも本当でも嬉しいですよ、私は。はい。ということで、なんかケントさんとかが、まあ、ツイッターでね、動画出してたんですけど、まあ、なんか風刺画みたいな感じでさ、なんかエリゴレぶっちゃけ今強すぎるじゃん。だから、ケントさんが、なんかツイッターでね、なんか、エリゴレだけで、エリゴレクローンか。エリゴレクローンだけで、そのなんかタワーを落とすみたいな動画をね、アップされてて、それ、ちょ、やってみようかなと。ぶっちゃけさ、ケントさんの PS だからできるみたいなのあるじゃん。そう。で、イチロー選手がさ、こうやってやって、バーンって打って、なんかそのホームランバーのところにバーンって当てるってさ、なんかできそうじゃん。わかんないけど、僕わかんないけど。たださ、絶対僕なんかやってもできないわけよ。ただ、僕みたいなやつとかできるんだったらみんなもできるっていう感じなんで、今日ね、エリゴレクローンで、グラチャレ、行ってみた。いや、待って、クラチャレでいい。クラチャレでいい。ごめん、クラチャレでいく。クラチャレでいく。で、これで、もう勝てたら、ちょっと待って、エリゴレやばいんじゃないかっていうさ、ところの、ほんともう立証になるじゃん。だこの動画もしね、セスさんが見てたら、セスさん、クラナのバランス調整担当の人が一人でやってるんですけど、の人が見てたら、ちょっとエリゴレのやばさわかるんじゃないかなということで、今日、やってきたと思います。で、これですね。うん。まあ、これでいいんじゃないかな。まあ、こんなもんにしとくか。これ、あ、待って、でも、ファイスピーか。うん、ちょ、ここにしとこう。スピスピの1コス軍団。にエリゴレ。にエリゴレでいきたいと思います。いきます。ドン。クラシックチャレンジ俺あんまやんないからね。マジで。おー、ともき、新赤さん。待って。この人、新赤さんよろしく。新赤さんってことはさ、別赤ってことでしょ。サブ赤ってことでしょ。でもしかしたら、クラチャレやらなくてもいい人かもしれない。待って、この人取れねえだろ。取れねえだろ。よろしく。さあ、さあ、待って。これミスった。俺これミスったわ。これミスった。だって、あれやらないとダメじゃない？グッドゲーム。ミラーやんなくちゃいけないのに。おい、ミラーやんないでしちゃいけないのにミスったわ。ちょっとマジで。マジでミラーやんなくちゃいけないの。オッケー、これもやっちゃうって言ったら。オッケー、そしたら俺逆サイ行くから。逆サイ行くっていうね、もうここへ来て。ちょっと右なんか飽和状態に言うから、エリゴレ出して、ちょっと、あれ、相手で、あれ持ってんだよね。なんだっけ、トルネード。あ、トルネード使っていく。さあ、どうだ、行くのか。待って、攻撃しなくちゃいけないの、めっちゃ。待って、攻撃、これ無理な気がしてきた。待って、相手待って、アドがやばい。アドとかいう話じゃなくない？なんかこれ。ごめん、どけ。いや、待って、俺はまだ諦めない。ちょっと待って、さすがにきつない。うわははは、いって。ゴレクロキョスケ。ちょっとこれは、ぶっちゃけね、今ね、強かったね、今相手。強すぎたんで、もう結構、相手が今、別赤だったからさ、多分ね、元々展開プレイヤーなのよ。いきます、ポン。相手今、絶対展開プレイヤーだったわ。ちょっとやめてくださいよ、それ展開をさ、振ってさ、もう縦によろしく。いきます。これはもう、さっきのミスを絶対犯さないようにしよう。ミラーが手札にあるときに、絶対にエリゴレ出す。で、エリゴレクローンだから。エリゴレだから最初に4体出した方がいいんだよね。よし、いきます。あーなんか嫌だな。なんかネクロとかも嫌だね。範囲攻撃系がさ、強いの嫌なんで。さあ、ここで、この辺にちょっと打たさせていただいて。じゃあ行きますか。ちょっとなんか、この辺から、ミラーあるんで、よし行きます。よろしく。うっ、ポイズン使いましたね、あなた。あなたポイズン、トゥ。はい。エリゴレちゃんよろしくセンキューと。よろしくセンキューさせていただいて。これちょっと割とさ、気持ち悪いけどね、これ。うっ、バルキリーお前、バルキリーすぐ使ってくる。ちょっとこれ雪玉ね、これも怒るでしょ。エリアドがやばい。ちょっとごめん、おい、次のデッキちょっと変えていい？うん、なんかもう相手コウモリとかマジ何もできないっていうのは結構やばいから。あ、え、待って、削ってんだけど、300まで削ってる。ただエリアドがやばい。ただ誰も気づいてないけどエリアドがやばい。誰も気づいてないよ。誰も気づいてないけどエリアドがまあ少女やばい。でも300まで削ってるってことは、もうちょっとなんかそのザップとかを途中で僕打てればワンチャン勝ってるんだな。やばい。ごめんなさい。
って学びをありましたからね。皆さん、正直さんね、ここで動画見るの、今、わー、もう、清清はダメじゃんと思ったでしょ。甘い甘いから、これからだから、清清選手、こっからまず成功するから、わかった。一つわかりました。エリゴでクローン、超高回転になる必要はない。なぜならば、相手のユニットを、こう、消し去るようなカードを入れておくだけで、もう、そもそもエリゴレっていうのは、もう何、そもそも、そんなにさ、コスト食わないから、フリーズ、フリーズ、フリーズ。この辺入れとけば、割といいんじゃないかな。これでいきたいと思います。いきます。お、僕は真剣です。ポン！いきます。僕は真剣です。よろしく。さあ、いきます。さあ、どういこうかな。まずは、ミラーがないとダメだから、もう俺ね、出したくなっちゃうんだよね。これ無視でしょ、全然。全然無視、全然無視。あ、相手ミスったなと思わせといて、はいはいはい。これワンチャンあるよ。それで言うと。これいくでしょ。はい。で、出していきます。で、もう、早々クローン出させていただいて、うわー、急ぎず、遅延クロス的なそういうパターン、そういうノリはちょっとやめてつかんさいって感じなんですが、そうですね、最ですね。はいはい、我、朝ごと言うこと。我、朝ごと言うこと、クラロはしっかり蹴り。待って、いい、うわお前、それずるいぞ、それ。それずるい、それずるい。いやいやいや、待て。これレイジかけたレイジかけたらマジでワンチャンあると思う。ドゥ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 3体もいや、フリーズ絶対いらんわ、マジで。フリーズ最上級にいらないカードかもしれない。ワンチャンある。待って、ワンチャンある、待って。ワンチャンある、これワンチャンある、ワンチャンくれ。ワンチャンくれ、マジで。マジでワン、うわぁ、うん、あ、ファイブか。さあ、ブーダメでしたね。2対2まで持ってきるんですけど、ワンチャンあるんで、これ、あえて僕ですね、ポイズン入れます。これだ、これが完璧、いきます。うん、いきたいと思います。これで勝ったらマジで大金星、よろしくお願いします。いやー、動画的に勝ちたいな。ごめん、本音勝ちたい、本音動画的に勝ちたい。うん、でもね、ちょっとね、やってもまあ無理なものはまあまあ無理ではあるよね。お、これいいんじゃない。逆さにネクロ出してくれたのは実際でかい。いや、ネクロメガナイトとかウォールブレイカーとかじゃないの、なんかまた。うわー、無視します。捨て、これぞ捨て、これ男の捨て。これさ、でもちょっとまずくない、ぶっちゃけ。なんかまずい気すんだよね、これ。スリクラ持ってかれる気がする。キヨキヨの嗅覚は、うわー、ウィザード、そんなあなた高級な豪勢なものをお持ちなんですね。あ、待って、エリゴレ出した。次のエリゴレ、エリゴレ、世界一いらない、今のタイミング。世界一いらない。あ、それで言うと、このエリゴレもなんか結構、エリゴレは本当にいらなかった。ただ、ここで、なんかポイズンとかでなんか守れたらいいんだけど、ちょっと待て、おい、そこんなエリクサーあんのか、そんなエリクサーあんの、君たち。こんなエリアがあるっけ。それはそうか。おい、逆にクローンにやめた方がいいんじゃないから。ちょっとやめてくれ。企画倒れをやめてくれ。もう一回言うと、分かったわ。俺、一回の流しで行かないとダメなんだ、これ多分。よろしく。一回行くじゃん。そしたらもう、ついでにキングまで行けるぐらいのポテンシャルがないと多分ダメなんだと思う。だから、いや、今の捨ては良かった。捨ては良かったんだよね。だから、ここで、はい、どうしてくれるんですかと。ん？何？見る？ね、見合うとかやめて。この企画で別に見合う必要一切ないから、マジで。じゃあ、ちょっともう、手札マジレイジして。さあ、どうですか、攻めてください。攻めない、あなた攻めない。わかりました。じゃあ、私はもうこっちに行きます。もう出しちゃいます。で、出しちゃうと見せかけて、右攻めるでしょ。あなた右攻めるでしょ。攻めない。え？攻めてきたから、ここはもうちょっとちゃんと正々堂々私行きますよ。よし、よし。ライドラ。いっちゃう。あ、チュンレイジ。で、ポイズンもかけちゃう、最初から。かけちゃう。うわー、相手も、
もさ、こう守ってくるじゃん相手で、守ってくるからここで落としていく。で待ってやめてくれそれ本当にねえ、俺これ絶対ケンジさんマジやばいでしょ。普通にやばい。待って、これ無理じゃん絶対絶対無理なんだけど、絶対無理とか言ってた翔さん。待ってこれ、俺ごめんごめん、あれ待って、ケンジさんの動画ってさフレバトだっけ、あれ可能性あるよね。でこれラストします、これラスト見届かせポン。今ね、0-0じゃないですか。もう5回戦ってますよ、よろしく。ここで決めます、はい、6度目の正直私いきますから。あ、この手札ちょっと渋いからちょっと手札回しさせていただきます。で本当はもう相手がもう逆サイ攻めてくれてスピード勝負に持ってきたいの実は。おー、なるほどね。これはじゃあちょっと出させていただいて、これ端前2体の方がいいかな、なんなら。あー、どうぞどうぞ、あげますどうぞ。でもちょっとここはぶっちゃけ3クラウン持ってかれる可能性ある。ザクってクローンかけて OK。 なんかキヨキヨ選手もなんか慣れてきたよ、なんかいい感じに。いや、これ3クラウン狙います。これエリゴレ行くエリゴレ出していく。さあどうだ、さあどうぞ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 、これどうぞ、さあどうぞ、さあどうぞ、さあどうぞ、ちっちゃくね、ちっちゃい、ちっちゃい、かかってない、かかってない、あ、これ終わった。いや、俺ワンチャンと取ったんだけど今。もう一回いきます。さあそれではいきます。ね、相手もっと左攻めてくれよ、攻めて、どんどん攻めて、どん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 攻めて、きた。あ、分かった、走る、貯める必要ないもんだってね。速攻性でいきたいから。じゃこのね、2体の横たわる、もう横からどんどん攻撃してほしいから、その言ったらさ、あっ、おいしくね、うわ、メガナイト、メガナイトピッピ、待ってこれレジのじゃん、待ってこれ、なんじゃこうじゃない、待って、正解きた、これこうでしょ、正解来たんじゃない、これ正解来た可能性ある、え、正解マジである、え、正解かもしんないマジで。うわー、どっちとも削ったけど、なんか俺徐々に上手くなってきてない。なんでメガナイトお前2体いんだよ、なんでこんないんだよマジで、えぐいえぐい、この人ワンチャンさ、なんなら3体出すチャレンジしてんじゃね。ブン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 、あ、メガナイトやばい、いや、メガナイトお前らちょっとねえ。さあ行きたいと思います。これで相手が逆サイなんかプリンセス出してきたんですよ今。だから逆サイにガッてきた時にもう始まりエリゴレで行っちゃいたいと思います。はい、もうで落ちたと見せかける、で3コース上げるからもう出してほしい、ギャングとか出してほしいマジで。どうぞ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 、もう僕はスピード勝負しか見てないから。オッケー、ありがとうありがとう、いい薬です、やるな。やローリングと掴みましたね。あー、プリンセス、お前そのプリンセスはマジで反則級、しかしなぜか逆サイに行ってる。もう私いらないです、そんなもん固執する男みたいな、そんな固執しない俺は。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、ポチポチポチ、ペチョンいって、ペチョン、俺こっからの猛攻がもう無理なんだよ、こっからの猛攻がマジで無理なんだよ、ほんとにもうザキンだと意外にせえよねえ、俺もう無理じゃんこれ、無理です、無理、ほんとに無理ねえマジで誰のためにやってんだよ俺は、何をしてるんだよマジで。もうこれグラチャルだったら大変なことになって、いや、まあ、どうなんですか、ワンチャンぞ、ないか、ないわ、おい、ふざけんじゃねえ無理やわ、無理だわ。今トゥントゥントゥン来てね、あのドズルさん、今ねルイさん家にいるんですけど、ドズルさん出てくれたんでね、あ、ドズルさん来るんですよこれからね。ということで、ぜひとも皆さんご視聴ありがとうございました。無理だね、無理でした。もしかしたらこれドズルさん動画出してくれるかもしれないから、ということで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がこっちポチッ。
チャンネル登録していただきますと僕のモチベーションが急に上がりますので、ぜひしおめさんチャンネル登録お待ちしております。そしておすすめ動画ありますので、まだ見てない動画ある方ぜひとも見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。